お疲れ様です。お疲れ様です。今日は、マンションアパートみたいな現場来てるんですけど、はい、今日はよくうちはその足場班と塗装営業ですが別々にあるから、はい、その辺でようぶつかるじゃん。ぶつかるってやっぱ営業はもっと足場班に交渉し、足場班は営業に交渉しっていうのがあるもんで、うん、まあいろいろやっぱ現場管理やっとるからやっぱいろいろね小競り合いやっぱあるで、ミーティングで会議で出るんだよその話が出ます。じゃあちょっと一個一個ちょっと聞いていこうと思うんですけど、はい、まず足場が何かある？いくらだったら、もう今日、たまたまこうやって、隣のマンションの敷地とか借りてるんで、うんうん、車とかちょっと移動させてもらってるんですけど、うん、それマンションとかアパートとか組むときに車やっぱ駐車場があるじゃないですか、うんうん、アパートとか目の前に。要は今ここでもそうですよね。そうですね、敷地全部借りとるんだよな、ここ借りてますね。トラックも止める。でもここに例えば乗用車が1台あったらもうアウトなんだ。アウトですね。車が止まってるんですよ、うんうん、朝、バーッと足場組みに行くと、うんうんうん、でもそんなのその全部どかしてくれって僕らも言っとるもんね。実際にマンションの駐車場とか足場組むのに、はい、駐車場に車が止まっとる時があるわけだ。あります。どうちょこちょこある。車ないように段取りはするんですけど、正直言っても入居者が勝手に止めてた、当日止めてたっていうのも正直ありますし、はい、言い訳ですけど、本当は前日とかに連絡入れとんだけど、現場に行ったら分かりましたって言っとったにもかかわらず止まってるやつがおるわけだ。工事始まる前とかにもそのお知らせしてチラシとか入れて、で前日にも前日とか2日前ぐらいにももう一回お願いしますねみたいなやつ入れても、それでもやられたことはありますね。それやっぱ徹底してもらわんと僕らも困るっすよね。あ、そうですね。徹底っていうのはだってもう前日にもじゃあカラーコン置いて止めないようにするとか、あ、で朝行って全員にピンポン押してじゃあ止まってる車にやるとか、僕らが来る前にそれぐらいやってもらえんと、やっぱ僕らも、あ、前日カラーコンとかはいいな。そこやってない前日までその正直その人の車止める場所がいるじゃないですか。だから大体朝に移動してもらうことが多いんですけど、それはだって営業が悪いんじゃないの。そう、それはその職人さんに対して何も考えてない、営業が悪いんじゃないの。そうですね。どう思う。もうお互い様って言っちゃ悪いですけど、営業も早く、お客さんに何日か前に言っとけば、その車の段取りも何日か前にどかしてもらうにしとけば、よかったし、最初から止まっとったら、それも僕らもそれは仕方ないなと思ってところがあるけど、やっぱり最近で言ったらもう小工事とかもそうですよ。ポリカとか波トタンとか外したり打ちしとるじゃないですか。その1枚いくらで、その営業サイドからお金もらったりとか。結局視聴者の皆さん これなんですよ。バカだからわからんと思うから結局うちは足場班が現場に行った時にカーポート外すとか、ちょっとした波トタンの直しとか、大工工事みたいなのもやるんですよ、足場班が、はい、それは何って言ったら、やっぱわざわざ大工さん頼むと1万5000人前って費用かかっちゃうから、それをやっとんだけど、だからそれは費用をもらってやっとんだよね。最近それが例えば足場組むところだったら分かるんですよ、干渉するところだったら、外してってもいいんですけど、それじゃない部分も例えば20枚30枚あっても、それやり直してくれて張り替えてくれとかっていうことがあるもんで、俺それすっげえ思う。それちゃうんじゃない、それ大工に頼めばいいじゃん。大工に頼めよ。でもお客さんがその次の日まだ別日に大工来てもらうっていう風になって二度手間になりますし、てか塗り替え道場のお客さんなんで、やってもらって当然だと思うんですけど、当然っていう考えがまず僕からそうそうそう、で一応手間も出してますし、俺は最近ほんとすごい、でも俺だってさ、塗装の職人だったらやっぱ塗装がしたいわけよ。それでもちょっとした足場の1個2個だったらやってあげるよっていう感覚で最初はやり始めたのに、なんか大工だと勘違いして頼んでね。でも実際できるじゃないですか、技術的には。いや、できるけどまたかかるじゃないですか、余分にリンクが。でその分もまた捨てるんで、足場の職人ですよ、言うても。物損でもそうじゃん、瓦の件とか。ああ、物損な。なんかちょっと瓦割って、申し訳ないですよ、僕らも申し訳ないですよ。で瓦割りました、すいませんって言いましたら、またですか。だってそれはそうなりますよ。いやいや、じゃあ、俺これちょっとムカつくで言うけど、じゃあそれ変わらばったら飛びが悪いみたいな言い方するんですよ、営業はね。だけど違うんですよ。割ったじゃないですか。割ってるじゃないですか。だけど下屋根って言って中段の屋根だな、2階と1階の間の屋根なんだから、もう絶対割れるんですよ、はい、だからもし本当に変わらがないんだったら用意しといてねぐらいまで会社はやっとるんだよね、はい、結局揺れるものだから、はい、組んだ時に割れるわけじゃないんだよ。塗装の職人さんとか何回も歩いた時点で割れるんだけど、それをだから瓦も用意してって用意すしね、準備するものもしてないのに、で瓦は全部飛びの責任だ、足場の責任だ、それはちゃうだろ。いやでも実際割ったじゃないですか。いや割ってはない、だって塗装の職人が入ってきてます。割ったけど当たり前じゃないんだって。だってお前何回もそれ言っとったの、会議で帰れば。社長が読んだんじゃないんですか、ここに。いや関係ない、帰れっておかしくないですか。俺が何回言っても分からんだったら帰れ。
俺のこと聞くつもりないんだろ。いや、偉そうすぎません、社長。まあいいや、もう帰ってけ。帰んないですよ。お前、寝とんのか。おい、どういうことだ、こいつ。はい。お前、これはもう犯罪だろ。殴るな。もういいや、やめてけよ。やめないですよ。おい、やめてけ。やめないです。もういいや、もう親も呼び出しだ。親関係ないじゃないですか。やりすぎ、やりすぎ。ちょ、もういい、ほら、はい、はい、もういいよ、呼び出せ。相沢さんも呼び出せ。いや、もう相沢さんも関係ないですよ。相沢さん呼べ。いや、関係ない、じゃ呼べばいいじゃないですか。まあいいや、親も呼べ、明日。じゃ呼べばいいじゃないですか。このクソ女、お前。え、クソ社長じゃないですか。クソ女、クソ社長、クソ女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 、クソ社長、クソ女、クソ社長、何これ。どういうこと。どういうことこれ。ドキリ、これドキリ。そんな、そんな、ちょこれドキリ。そんな、そんな、そんな、おい、いつまでやっとくそんな、そんな、そんな、ちょっと、ちょっと、どういうこと。死んでくるよ、僕も。俺には分からん。何これ、社長が戦いに来ただけって。あー、気持ちよかった。気持ちよかった。ありがとうございます。今日も美味しいのいただきました。多分そっちの方が見たらきつい動画ですよ。羨ましいな。まあそんな感じです。はい、え、どんな感じでした。そんな感じ。どうした今日。そんな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 。会話しちゃった。ノリノリですもんね。給料アップ。やった。